さあこんにちは。今日はあの僕の実はあの茨城の大先輩になる広沢さんに来てみました。今日はありがとうございます。どうもお忙しいところ。いや忙しくないよ今。全く忙しくない。広沢さんが阪神のコーチバッティングコーチやったじゃないですか。うんうん、あの時僕解説で行ったんですよ。うん、あったね。あった。それも初日に、うん、キャンプ初日に行ったんですよ。うん、じゃ広沢さんが、うん、地面にノックバットで3000って書いたんですよ。デブってこんだけ稼げたら、うん、やるもんじゃねえなまあそんなに生ってなかったと思うんだけどね。はっきり言います、広沢さんが僕もそれは普通に友達と喋れば半端じゃないですけど、うん、標準語というか東京弁を喋ろうとしてれば、うん、広沢さんが一番茨城弁出てます。いやいや俺はねデブよりは出てないと思ってる。自覚症状的に言うとね、自分で言うとすごく出てますよ。茨城の人は、こう、筑波さんの形によってね、その今、自分がどこら辺にいるかがよくわかるっていうのあるんだけど。裏にか表にかですね。そうそうそう。デーブは筑波さんの東側なんだよね。そうですね。俺は西側なんだ。はい、あの、稀勢の里だとか、高安は、はい、その筑波さんのこの南側ね、はい。そうですね。うん。はい、だから、それぞれ、その筑波の見方が違うんだけど。そうですね。でも、やっぱり俺の西の方から見た筑波さんが一番綺麗だよね。みんな言うんですよ。僕らからしたら、うん、広沢さんの方から見えてるのが裏筑波なんですよね、うん、なんで俺の方が表だ関西の人って関西弁で東京来ても喋るじゃないですか。僕らとりあえず気をつけましたよね。今東京弁真似しようと一生懸命喋ろうとして、あのイントネーションね俺はちゃんと喋れてるけど喋れてないですよ喋れてる、もう全然喋れてる、全然喋れてないですよ本当に。そう僕が感じですから、ね、まあ20代ぐらいになった時に近づいたよね、あの東京の標準語に明治大学中ですね、うん、そう俺生まれはね、生まれは実は下妻市っていう。あ、下妻っすか、うん、それこそ裏つくばっすもんね。裏じゃない、表ね。あ下田ですか。下妻、妻。あ、下妻っすね。下妻、あ下妻って本当に完全に裏から見る。裏じゃなくて表なんだけどまあでも10歳ぐらいまでな、9歳までいったかな。そこで野球はまだ始めてないですけど、9歳でそこでね、下妻リトルジャイアンツっていうところに行ったんだよな。やっぱ茨城ジャイアンツですね。ジャイアンツしかないよ。ないですよね。あの黄色い帽子にワイワイ。大事ですね、うん。それからその勇気に引っ越したのかな。ああ、うん。それから勇気ですか。そう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 。で、こうなんか柔道やってたっていう。まあ柔道と野球とね。だけど例えばアメリカなんていうのは、うん、その季節によってバスケットやって野球やって、そのなんだ冬にはあの雨としてね。日本って野球しかやらないし、サッカーしかやらないから、そうですね、もう何でもやった方がいいよね、やったこの時代ね。実際、うん、野球いつでも追いついちゃうんですよね、うん、技術は。でも野球しかやらなかったんじゃん、ちっちゃい頃から。なんかやった。中学の時相撲やって、うん、こんなんでもいいよね。何でもやって、あのシーズンによってね。そうですよね。うん、それやんないで勝った、実際専門職になっちゃってますもんね、小学校からも。まあね、うん、もう高校に入ったら、まあデーブのところもそうかもしれないけど。休んだのはあのお正月の三が日となんかどっかで一回なんか先生あの学校の監督のなんか用事で一日休んだぐらいしか記憶ないだろう。ないですよ、ね、ないよな。野球だけやらされますよ、ね、野球だけ。学校行ってんの野球のために、うん、部活のために授業中を休むっていう感じになっちゃってましたもんね。それはさ水戸商業の俺はあの進学校なんでちゃんと勉強したし、いやいやいやこれはどうも進学校だからユース県下でユースのちゃんと勉強しなくちゃいけない俺は。本当ですか。本当だよ。ほんな他の当時のほら私立の学校とちょっと違うし、あのまあ県立だけど、はい、文武両道がもう我々のモットーなのでじゃあ始めた。本当だって小山高校って県立ですか、うん、県立栃木県立。そう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 。進学校ですか。もう今や今やすよね今やなんでそこ行きたかったんですか栃木に。俺のね中学3年生の時に小山高校が、はい、春の選抜で準優勝したんだよ。あの、あれなんだっけな、広島の総督学園が優勝した。もう脇に湧いちゃってて、隣がもう隣ですよね。 隣町だから川を渡ってね、はい、川がなんと江川っていう川なんだね江川っていう川なんだけど、ね、この川をまあ2メートルぐらいになるんだけど、うちからこう渡るともう小山市だから、はいはい、そうですよね。県をまたいたっていう感じはしないよね川をまたいた感じだよねもうすぐ越えていくと小山の市営球場があってさ、俺ら小学校かの中学校の頃に江川さんがちょうど、そのドラフト浪人してる時さ、その小山市営球場で練習してて、
もう速攻家から行ってさ、はい、江川さんのその練習見てたんだから。やっぱもう超有名だったっすよね。超どころじゃないよな。江川さんって栃木の人ですか。どっち、小山にいたの。小山市に住んでたの。あ、そうなんすか。あのお父さんお母さんがね、はい、なんでそこから通って、あの浪人してる時そこで練習したんだと思うんだけど、いや、その小学校とか中学校の頃だから、はい、多分もしかしたら間違った情報かもしれないけど、まあ、でもその記憶があるわけですね。見に行ったらもうケツだけなんだね。あ、当時ね、俺らほら子供だからさ、はい、もうケツがすっごいでかくて。江川さんどうですか。びっくりした。いやでも僕は広沢さんがでかくてびっくりしました。そんなことないですか。俺これからの、俺小学校の3、いや小学校から中学校の時に土浦の試合球場にプロ野球のオープン戦があってさ、はい、俺初めてそのプロ野球選手大体17、18キロなんだけど、はい、自転車で行って、はい、そしたらこう見えるじゃない、はい、初めて見たのがレノン・リーっていう。あ、ロッテのですか。ロッテの。あ、俺はびっくりしたね、あの人が大きくて。でもびっくりした、こんなんなんだと思った。プロ野球選手まだでかい人見ちゃったんだよな。だ当時広田さんとか見ればさ俺もちょっとやれるかなと思った。いやいやレノンリーだからすごかったっすね。こんな人とは戦えないと思った。僕はレーブ入った時いましたもん、レノンリーさん。あ、いたの。まだいました、いました。ロッテ見たんだ。いました。で、川崎のあの汚い室内行ったことないですから、広沢さん。いや、あるある。オープン戦で、あの室内で、僕ら三下は室内でしかできないんですよ、バッティング練習が、西武は。で、行って、僕ら早く打って、練習に帰ってこいって言われてるのに、ね、D さんはずっと打っちゃってて、なので僕らはずっと松茸待って、バッティングなしで帰ろうとしたら、うん、なんか、はい、ボーイっていう、おいでって言われて、プラクティス、プラクティス、プラクティスって言われたんですよ。その時だけで、一回喋ってた、練習だよって言われて。もう行くとさ、オープン戦で行くとさ、ロッテのガム、チューインガムがあの箱で置いてあってさ、ああ球場の外ですか。着替える、ちょうどこんな感じの部屋でさこんな感じでプロ野球選手が着替えたから、平らなところで。中央球場だからですか。あ、いや、川崎球場。あ、川崎球場。そうだよ、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じで落ちたらもう、ほこり、土ぼこりで着替え、うん、使えないぐらいの。これをこの倍にしたようなテーブルにさ、あ、そうですね、ロッテの商品が ありましたね。ね、はあ、やたらラーメンがうまくて、あの外のですね、外のでな、そうそうそう、あれ西武は食べちゃいけないですよ、あれは。なんで。いやいや、もちろん広岡監督なんで、スープと野菜スティックとバターロールみたいなしかないんですよ。食べちゃいけないの。食べちゃいけないです。それを鍋ちゃんが食べたのバレちゃって。鍋ちゃんってどっちの。あの鍋さん、はい、大問題になったラーメン食べてダメ問題になっちゃって、どういう時代だってな。西武ラーメン食べて大問題やな。大問題だよ。僕、広沢さんと同じドラフトじゃないですか。ドラフトなんですよね、うん、あの時に神宮に豊田康光さんに、お前俺で俺に泊まって、どこで、水戸省だから、水戸省だから先輩なんで、俺に泊まってまず六大学行くべと、うん、で広沢武田っていうのがいいんだって、うん、あ、知ってますって、で見に行くかって、うん、でその後に広島カープが東京後楽園であったんですよ。最初僕その時僕広沢さんと写真撮ってもらったんですよ。まだうちに飾ってあるんですよ。ありがたいね。いえ、本当に。そう、はい、豊田さんもヤクルト OB だもんね。あの西鉄も出たしね。そうです、ヤクルトも来たんだね、はあ、で、うん、なんか連れてってくれて、それで広沢さんと写真撮って、豊田さん家の家で夜、うん、あの広沢武田っていうのはドラフト1でかかるんだぞって言われて、あ、そうですか。あ、それ何月、9月か、9月か、まだリーグ戦数が秋じゃないですか。秋か、はあ、なんかあの頃の明治って負けると島岡さんって、うん、噂ですよ。神宮から千川とかあっちの方じゃないですか、うん、辻ヶ丘、辻ヶ丘、うん、あそこまで走って帰るっていう。いや、走っては帰んないね。ただあの今でも YouTube に上がってるんだけど、うん、その負けてさ、法政戦にもう優勝かかった試合に負けちゃった時にさ、うん、こう神宮の第1、第2ってあの球場内にロッカーがあるんだけど、うん、あ、ありますね。こう上がってくるんだよ、うん、上がってきたところからさ、島岡監督がさ、バッコバッコ投げちゃって選手を最後この、あの、持ってるノックアウトになっちゃってさ、まだ YouTube に上がっちゃってんの。あ、その映像がですか。映像が。撮ってたんですか。だから、あの、フジテレビが、フジテレビじゃなくて、テレ朝かなんか撮ってて、これが島岡の愛の鞭だ。今なら、即刻首ですよね。首どころじゃないよな。大問題ですよね。大問題。あの頃すごかったですか、明治。すごかったね、負けたら。監督は、そこから車で、その、筒井川っていうのが高いんだけど、うん、俺らは、下級生は、その監督がそのグラウンドに着くまでにその電車で帰んなくちゃいけないの、うん、
もうそこからあの外苑前まで走ってってさ、で銀座線乗って渋谷まで行って渋谷こうやってで3、4キロあるのは筒井ヶ丘の駅からグランドまで、もうそれもダッシュで荷物持ってダッ走ってさ、もう汗だくになって監督が車につかないといけないから車でか、じゃあ混んでてくれって話ですね。空いてたらさ、あと帰っちゃうもんね。もう電車の中も走ってる感じだよ大変なことになっちゃうから。1年生から出たんですか、広沢さん。いや、俺は2年生から。1年ってすごいですか、大学野球って。大学野球もうあのこっち、それとも練習、練習もそうだし、練習なんかもひどいよ。長いしね。もう負けると、昭和の時代だから、もう負けるとさ、負けて、それ負けたらずっと練習してんのよ。で10時ぐらいまで飯食わないですか。そうそう、やっと終わんの10時が。で、俺らそれから片付けたりなんだりして寝るのがまあ12時1時じゃん、下級生は。ちょっと3時ぐらいに監督が「てめえやろ、いつまで寝てんだ」って3時ぐらい起こされるんだよ。3時からまた練習だよ、ガーと。そうするとさ、まあ、6時ぐらいにさ、秋だともうちょっと後なのか、まあ、6時ぐらいにこう太陽が出てくるわけだ。そうするとみんな出てきてさ、太陽出てきた方にさ、あ、ごらん行こう、ごらん行こう、ごらん行こうってさ、そっから校歌歌ってまた神宮行くんだから。じゃあその時間か寝ないでやって試合まで行くわけです。それが勝っちゃうんだよ、そういうのは。なんでかじゃんけど、勝っちゃうんだね。やっぱあの島岡音体って言われるような人だったんですね。まあそうだね。野球やったことなかったみたいですよね。そうそう、あ、日大の武山高校時代はキャッチャーだったんだよね。大学に来てからはやってないんだけどね。なんで広沢さん明治、もう自分で明治って決めてたんですか。俺はね、本当はその3つ上に早稲田大学に行った黒田さんっていう人がいてね、原さんと同期だな。黒田さんがセレクションぐらいは送りに来いよって言われて、セレクションね、まあプロでいうとプロテストみたいな。ちょうどね、その早稲田のセレクションの1週間前に明治のセレクションがあったんだ。ほら田舎もんだから、セレクションってどんなもんかわからないし。そうですよね。どんなもんか、明治をまあ土台にして、まあ練習台にして本番の早稲田に行こうとしたわけだよそこの練習のために行った明治で、これがね、これが運命のね、とんでもない俺の間違った方向にこう行くわけだここで脅かされて、そのマネージャーから、まあ、早稲田のセレクションを受けたらもう明治は合格取り消すよって言うんだよ。俺、あれ、俺合格俺合格って分かんないって言ってたんですよ。でももう目つけられてたんですかね、じゃあ。もちろ ん、 なんかセレクション終わった後ね、でもうち来るんならうちが取ってやると、もう推薦で。家に帰った親父に話したらさ、もう親父本当は早稲田とかね、あのプロだって、明治って知らなかったんだ、大学は。すごい明治大学どこにあんだみたいな茨城の人はですね。そうなんだよ、明治なんか知らない。早稲田系は知っててもね、そういうとこあるかもわかんないですよね。でどんな大学だってわからなくて、やっぱり行きたいって言って、あの当時ドラフト外っていうのがあったんだ、時代。ありましたね。あったの。ドラフト外でもあったんだけど、親父はドラフト外で行けって言われたんだけど、でも俺明治行きたいって言って、もう本当にもう若い時の過ちって何回もしろって言うけどしたらダメだな、またそこに行っちゃったんだよ。地獄だって。地獄だったね。僕は水戸小の時に、僕プロ野球より六大学で野球やりたかったんですよ、でしかも水戸小って明治と同じユニフォームなんですよ。そうだ、ラインあったんだよ、昔は。あれあったんですよね、だから明治が水戸になってるだけで、帽子からあの爪襟からユニフォーム全部一緒なんですよね。高校でも1年と2年じゃ全然違うじゃないですか、チリと神様みたいな、そんな大学なんかそんなレベルじゃないですか、まだ人間扱いされてないかわいそうに。やっと3年生で人間になれるから。2年もダメなんですか。2年もダメ。1年2年はダメだね。3年生で人間になれる。やめちゃめって思ったことはないんですか。そのあるよ絶対こいつ戦って俺の方が喧嘩強いと思って、もう殴らんなくて、ゴースゴースってやらなくちゃいけない時あるじゃない、大変で、毎日誰か殴られてるの。やっちゃえば簡単に勝っちゃいますもんね。そのまあその歌詞全部やめなくちゃいけないよね。なるほど。全部やめなくちゃいけないもんね。あと、もし今後俺の後に続くその小山高校が来るやつも全部ダメになっちゃうよ。ああ、そこまで考えたわけですね。だから一時期あの有名なPL の某投手がさ、早稲田行くって言って、それからその早稲田蹴ってあの違うプロ野球入っちゃったら、そこしばらく六大学取んなかった。いやなかったですよね。でそこでちょっと弱くなっちゃったもん。そうですよね。そういうのは結束あんだ、これ。あるんですよ、大学。大学って何の。僕やっぱり大学野球が、第二球場がゴルフ練習場じゃないですか。そうだ。
だからあそこで打ちっぱなしに子供ら連れて行ったんですよ、うん、もちろん夏でとは、あれ秋口ですか、秋あるの、まだ暑い時期じゃないですか、うん、で僕短パンと T シャツで練習してそのままチケット買って見に行ったんですよ、六大学試合を、うん、全然知らない六大学の立教の OB なんですよ、うん、立教戦だったんですよ、うん、だからおい、うん、なんて格好でグラウンド来てんだよこらって、うん、えって俺高卒だし大学野球やってないし、うん、プロももう今属してないのにって、うんうん、そんな格好で野球見るんじゃないとか言われて、そう相当古いおじさんだね、そう、そんな神聖なもんなんだぐらいの話されて、それから一回見行かなくなったんですよ、六大学見に。これね、もう、あのもう本当にまだ神宮球場がプロ野球選手、プロ野球の試合をさせない頃に、うん、正力松太郎さんが、はい、そこにプロ野球の試合をねじ込んだの、はい、松太郎さんあの暴漢に襲われたからね、はあ、あの西部野球かなんかで入れたんだけど、はい、もうそれはもうこれはもうやる神聖なる球場に、うん、職業野球という汚らしい職業野球の試合だったってね、はあ、暴漢に襲われたんだよ。やっぱそんなそういう神聖なもんなんですね。いやでもそれはもうない、それはもうそのそのなんていうんだ1930年代だからないやでもやっぱ今でも神宮球場ってプロ野球じゃなくて六大学じゃないですか。だから六大学やってると、うん、我々ホームのヤクルトも僕らビジターも室内で練習しますもんね、うんうん、当たり前に。だいぶでもヤクルトのあれが強くなってきたね。あ、そうですか。昔はその通りだったんだけど、だからヤクルトが優勝した1970何年だっけな、4年だったっけな、2年だっけな、あの日本シリーズ大杉さんの幻のホームラン、はい、あれは神宮球場使えなかったね、はい、なぜかっていうと六大学が試合してるから。なんであれヤクルト対阪急の試合は後楽園球場、いや後楽園でやったっすもんね。そうなんだよ、そのぐらい強かったの学生がね。今はもう学生のこと排除して、はい、あの日本シリーズできるようになった。できるようになったんですか、うんうん、あの時も広沢さん、まあ、西武のスカウトがうちも来るじゃないですか、うん、でタイプ届け出した後は話はできるじゃないですか、うん、でその時にはっきり言ったら西武のスカウト、うちは広沢を行くと、うん、で外れたらすぐ行くから、うん、っていうことをはっきり言われたんです。根本さんに、いやいや浦田さんってスカウトです。もう僕らももちろん中継見てて、広沢さんと武田さんがもうメインじゃないですか、あの年のドラフト、うん、で、あの時ヤクルト、西武と広沢さん、あと2つぐらい行ったっすよね。日本ハム、日本ハム、うん、3つ、3つ、これどこ行きたかったっすか、実際は。あれどこでもよかったな。ジャイアンツファンじゃないですか、でもジャイアンツファンだったやっぱきついのそうですよね、うん、もうみんなが言ってる、あの最初にジャイアンツとの試合の時にみんないろんな思いあったでしょ。ありましたね。名前が原さんが来たりさ、ね、当時西本さん、江川さんさ、あの青い稲妻の松本さんがわあテレビで見たい人だよと思ったもんね。思いました、思った。それは僕も、うん、水戸には必ずオープン戦組んですよ、ジャイアンツが。あったっけね。で僕ら水戸省がバイトとかやるんですよ、ボールボーイとか。それもそれで感動したけれども、試合終わった後に、うん、ここ山倉が座ってたとこだよとか、キャッチャーボックスだとか、ウェイティングサークルで原田とかってやってましたもんね。だから学生時代、アマチュア時代見たことあるんだ。生ですね。生で。そうですね。ジャイアンツの選手を目の前で。水戸市民球場とか経営球場で必ずやってくれたんです。あったんだ。巨人戦が。俺プロ入ってから初めて見たもん。巨人の人たちを。ま、生でね。だから嬉しかったですね。なんかドキドキしちゃったよね。あ一塁にいるじゃない。一年目の。まずさ、ちょっと話しかけ、わーっとか挨拶するし、ちょっと話しかけない、原さんな元気になって、あの、彼が嬉しいんだよ、あ、元気ですって言っただけでもな、もう舞い上がっちゃって、来たところ、ポーッと飛んでるしちゃったし。やっぱそうですよね。あ、当時、中橋さんとかさ、気楽に喋ってくれる人もいたけど、うん、もう全然挨拶しても、ふんってやられる人もいたしな。あ、そうですか。ふんってやられる人は言えないけど、達川さんとかペラ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 喋るしね。ね。やっぱセリーグの人ですもんね、僕ら茨城の人で、うん、広沢さんとか僕らの時代ぐらいまでは、うん、もう茨城って巨人にしてしかやらないし、うんうん、僕も巨人行ってニューヨーク来た時は一晩熊本でトレードで行って、うん、あ、熊本から行ったんだ。熊本から行ったんですけど、藤崎、藤崎です。ニューヨーク来て寝たすもん、嬉しくて。もう FA の時にパジャマにしちゃってね。やっぱりで、やっぱ巨人そうですよね。うん、広沢さんの、まあ、ヤクルトでも、まあ、もちろん4番打ったじゃないですか、うん。僕らは当たり前にレギュラー取って当たり前に4番打ってたんですけど、やっぱプレッシャーとかあったんですか、広沢さんの。プレッシャー、
あんまりなさそうに楽しくやってましたけどね。4番のプレッシャーというよりは、なんだろうな、どこにいてもプロ野球選手だから、はあ、打てないときに、やっぱりプレッシャー、打てないときいろいろ言われたし、はあ、打たなくちゃいけないっていうプレッシャーはあったよね。何番でもやっぱり同じなんじゃないですか。同じなんじゃない。でも8番だからチャンスで打てなくていいよっていうわけじゃないんじゃないですか。そうですね。まあ、本人はですよね、うん、で今は優しくていいよね。優しいっすよね。今やじもやじもやじなんかないよ。今ないっすもんね。だってピッチャーつあのフルカウントになったらこう拍手一方ハムの札幌ドームなんかね、スリーボールに自軍のハムのピッチャーがあってみんなが頑張れー、うん、今あの甲子園でさえ、甲子園の今タイガース戦でさえさ、そのタイガースのピッチャー3点取るぐらい耐えられて帰ってきても次頑張りようって、これはね考えられないよね。あの大阪の気質としては、阪神のピッチャーも勝ってる時だけど負けてる時殺されんじゃねえかぐらいでやじられて帰りますもんね、ベンチ。あの頃は、いや、あの特に神宮球場はあのファールグラウンドを歩かなくちゃいけなくて外野ファールグラウンド歩いてレフトのポール際から出るから、この約70メートルか80メートルずーっと気を長く帰ってさ走るわけもいかないですね。逃げてるみたいな、逃げてるみたい で聞こえないふりして、だけどまあ何年かに1回は誰かと誰か喧嘩してるな、やりますよねあの今日テレで本当にこう真面目な解説をしてる赤星まで、うん、YouTube 出てましたもんね。赤星、俺がコーチの時にさそれコーチの時甲子園でさ、ああ俺は聞こえなかったんだけど、やっぱりこの辺で聞こえんだろうな、ああもう向きになってやっぱりあのスタンドの人と喧嘩したこともないです、大人そうな顔して、でもねひどいよ、ヤジはね、阪神はね当時ね、神宮にもすね、神宮とかも近いし、でももう本当にタイガーさんは行儀が良くなったね、良くなった。だから他の球団なんかもっと良くなってんじゃないの。そうでしょうね。名古屋球場もひどかったっすかね、外野でアップやったって。名古屋なんかひどいよね。あ、名古屋はなオープン戦かなんかで、いや巨人の時です。あ、巨人の時か。あ、名古屋ひどいよねあれ追ってきてさ石投げられたりするんだから。そうっすね。うん、石さ石投げてくるんです、小石。でもそれは阪神ファンなんかは東京ドームですよ。西岡さんかなんか巨人で西武がやっぱ来てて、うんうん、レフト守ったらラジカセ飛んできたんですかね、外野の守備位置に。外野ラジカセもあるし、そうあのね五円玉みたいのをこうなんかパチンコなんかで飛ばすんかな結構ね飛んできてたよ、そういうのが。なんかで飛ばすんだと思う。あのじゃなきゃ飛んでこないですもんね、投げた。ここまで届かないから、なん手じゃないと思うんだ。なんか道具使って、5円玉みたいなのでとか10円玉でさ、ボンボン来るよ。広沢さん、でもだって唯一、もちろんヤクルトでずっと4番だったじゃないですか。でも巨人で4番打って、阪神でも4番打った人って広沢さんしかいないみたいなんですよ。まあ、ずうずしかったんだよ。もうちょっとしての期間なんだけど。でも本当にそう言ってもらえるのは本当に光栄なんだけど、うん、でもね実はね巨人でも優勝して、はい、その阪神でも優勝させた監督藤本貞義さんって人、すごい人もいるんだよ。もうもちろんねそう言ってもらえるのも、まあ、選手としては本当に私しかいないんだけどね、うん、その監督としてジャイアンツも優勝させて、はい、その62年64年この阪神が優勝、それも優勝させた監督なんだよね、藤本貞義さんってね。あの有名な方ですよね。そうだね、伝説ですもんね。すごい人。あのでもプロ野球選手じゃないんだよね。そうなんですか、うん、まあその頃はさ、そうだ30年代ぐらいから、あ、まあ、学生野球の方がメインだったって言いますもんね、うん、あの長嶋監督の時も六大学の方が人気があったっていう、うん、俺長嶋さんの時あの徹夜であの神宮球場 の芝生席だったんだけど、はい、もう満杯で6万5千人ぐらい入ってるんだけど、はい、なおかつ溢れて並んでるっていうあの写真があるよ、徹夜で入れなくて、うん、広沢さんは僕があの大学4年の時僕高校3年なんで、うん、秋山さんと同い年じゃないですか、うん、だから僕が大会長がギリギリなんですよ、ギャグ始めた頃見たのが、うん、長嶋監督の時は広沢さんもちろん小学校6年生そうですよね、うん、やっぱ長嶋さんの憧れたんですか。もう周りの大人たちが憧れるから、うん、ついもう巨人の星で見てるしね。ああそうっすよ、ね、巨人の星でもう見てるし、はい、やっぱり憧れてたね。だからあの
あの試合が見てるもん、あのテレビで。我が巨人は永久に不滅ですって。あ、そうっすよね。うん、あの試合はテレビで見てる。あの試合を、うん、野球を知らないおふくろまで、うん、長島ーってテレビ見ながら言ってたのを覚えてるんですよ。みんな近所の人が集まって、うんうん、まあ、そういうふうにこう巨人に、まあ、巨人ファンっていうのはもう今日初めて聞きましたけど、生っ粋の、うん、FA は何でしようと思ったんですか。だってもうヤクルトの、ね、うん、僕らからしたらですよ、うん、野手で言えばもう広沢さん、池さんが両党がいて、うんうん、看板でもこの人たちがこういずれどっちか監督をやっていくんだろうなというふうに見てたわけですよ、うん、僕まだ現役で広沢さんとやってますから、うん、巨人で、うん、そうだね、なんで来るのかなと思ったんですよね。俺はね、その FA の導入が決まった時に最初にまあ落合さんだとか誰かがこうね、はい、まって使いましたよね、使ってた時に俺には関係ないと思ったのこれ、うん、でもそれは選手会の役員だったから、はい、一生懸命その会合まで出たけども、はい、俺が使わないやつ出てもらってもやんなくちゃいけないなと思ってたのね、うん、でその俺94年の、はい、4年に FA 宣言するんだけども、はい、その94年のFA の、まあ、FA の資格を取ったのが7月か8月で、はい、取って間もなくだよ、はい、家にさリリンって電話があって、はい、これ俺が偶然取ったの、はい、黒電話、はい、黒電話って固定電話、はい、もしもし長島です。直接会ったんですね。いや俺違うと思ったよ、まさかと、うん、あのほら当時のヤクルトってさ、まあアホなやつが多いからさ、その真似してんだと思ったんだ。ヤクルトのメンバーが。メンバーは。おう、もう、まあそういう話してる間に俺本物だと思って、おい、まあすいませんって謝って。で、もう随分経ったから、まあ、もう、なんて、もう時効の話だけど、あったんだよ、長嶋さんと。その後。うん。もう、さっき言ったようにもう憧れの人だから。うん。食べる仕草から、こう何かする仕草から。あ、食事したんですね。一緒にしたんだよ。うん。かわって。まあ、俺ったらもう舞い上がっちゃってさ、トラちゃんって、トラちゃんって、トラちゃん、デーブのか、デーブっていうのか、プーちゃん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 、トラちゃん、おいでーって、はいって言っちゃった、はいって言っちゃったなと思って。じゃあ、ヤクルトに、なんか、ヤクルトって、うん、だって、非常に家族的な球団で、うん、まあ、大事にもされたでしょうし、広沢も大事にしてたじゃないですか、うん、チームを、うん、そんなんで何かあったわけじゃないですね。トラちゃんおいでって言ったら行っちゃったんですよ。迷ったよ。でもね、やっぱりお断りしに行こうとかね言ったけど、それとも行こうかなとかさ、すっごく迷って、うん、本当に迷って、だけどこう俺がここで FA を宣言せずに、はい、残留しても将来俺行ったらどうしたんだろうなと思うだろうと、で行っちゃっても俺ヤクルトに残ってたらどうだったろうって、どっちにしても後悔すると思ったんで、うん、こうやって長嶋さんに言われてるから、うん、断ってもはいっつってもそう言ったようにその主力選手だったし、だったらどうせ後悔するならやっちゃったあの後悔をしようと、やっちゃった後悔選んだんだけど、やっちゃった後悔が正しいとは限らないっていうのが分かった。また分かったパターンですね。明治入学と同じで。そうそう。ちょっと後悔するならやった方がいいと思ってさ、やらない後悔よりも、やった後悔を選んだんだよ。もうやらない後悔の方が良かったね。やっぱり、僕はトレードじゃないですか。うん、FA じゃなくて。だから、日本シリーズの時に西武とやったんですよね。うんうん、ライオンズマークから裏切り者って言われたから、うん、バカ野郎俺はトレードだって、うん、裏切ったのは球団だろみたいな言い方でこう、うん、わざと返したんです、うん、でも FA の人は完全に自分の意思になるわけじゃないですか、うん、それで巨人に来る人っていうのは、うん、大体みんなこう苦労するじゃないですか。当時はね、それはすごかったよな。やっぱすごかったですか。すごかったよね。それはすごかった。いや確かに広沢さんと池さんの、まあ、番組見てもプロ野球ニュースとかオフとかですね、でこうグラウンドであってもこうあの明るさがヒリヒリなくなってったのは心配だったっすよね。でもねすごいいっぱいいろんな経験できたね。その小山の大将で、まあ、もちろん小山の大将で終わった人生かもしれないけども、うん、やっぱりベンチの中で人を応援するっていうのは自分の野球の経験なんかなかった。ないですもんね。なかった。ずっと主力で主力で呼ばれてきてるわけですからね、うん、それとその出たくても出れないとかね、うん、まあいろんな経験させてもらったね。
もちろん初めてジャイアンツに行って骨折っていうのしたし、あ、しましたっけ、骨折したの2年目の、あ、2年目のこれから開幕だっていう、その3月のよく3月の20日ぐらいかなんかにさ、あの秋分の日かなんかでこう3連休があったのね、はいはい、そこで西武との試合でさ、西武球場行った時、西武球場でもうデッドボールここに当たって骨折、はい、あ、もうその時はデーブいなかったんだっけ、あれ広沢さんは原さんの引退の時といたいた、まだいましたよね、95年はから、原さんの引退の前の日ですか、前の年ですかね、95年来たんだ、で今来たんだっていうのは完全に茨城弁だったけど、そうかそうか95年に行ったのね、行ったのね、うん、で原さんが96年じゃ引退ですかね、そうなの、わかんないです、わかんない、僕原さんと同じ年代年に引退してるんですよ、原さんの引退式はあの並んでたから何年かわからない、その年はだって広沢さんずっと出てましたよ試合、あ、でもそれ95年だわ、うん、これ96年のほらそれこそだからデッドボール食らって8月までリハビリしてたから、うん、原さんの引退の年に僕も辞めてんす、あ、現役それ退いてんの、それで辞めてんす、現役辞めてんの、はい、だから広沢さんが もちろんバリッバリのレギュラーで、うち僕からしたら、あ、助かった、池山広沢とかっていう思い出した、はい、俺ね、デーブがオープン戦の時に、はい、なんか MVP かなんか取って、はい、なんかもらったやろ、あれですよ、あの、なんかあれですよ、あのマスカット球場で、マスカット球場だった、で、セリーグのトーナメントやったんですよ、で、優勝して優勝して、僕、その MVP かなんかもらった、200万ぐらいもらったでしょ、そうそうそう、で、長嶋さんが、こんなんじゃ1回ごと終わりだよって言ったんだよな、1回か2回しか飯食えなかったねって食べ200万でね1回で終わっちゃうよねってやれて、そしたら準決勝で、はい、僕はこう代打でレフトにホームラン打って、うん、で決勝も活躍してもらったんですよ、それ覚えてるよ、これあの時広沢さん、あ、こけら落とすですから、あ、そうなんだ、マスカット球場が、そうだったの、はい、だから一緒にやってたんですよ、ご飯1回しか食べられないよねっていうのを覚えてて、ね、ミーティングで200万円でねすごい人なんだなと思って、長嶋さんのその年の主催の食事会があって、はいはい、麹町かなんかの中華料理、中華ですね、はい、あれ毎年やってたの、あれ、いや毎年じゃないですね、あってさ上海ガニドーン来た時でしょ、フカヒレこんな強いドーンって来てさ、麹のザメかみたいな、そうこんなフカヒレ食べたことないみたいな厚さと大きさで、これパッて見たらみんなにあんのね、みんなにあるんですよ、ね、あとあれ覚えてないですかね、なんかこう祭りの神輿みたいに上海ガニがドーンって来て、で基本球団が持ってたらしいですよね、噂ではその食事代は全体のだけど、うん、上海ガニだけは長嶋監督のポケットマネーだったっていう、あ、そう、上海ガニで150万だったって噂が流れたんですよ、いくらか分かんないですけど、いや、あれもそうだった、北京ダックもこんな北京ダック来たんだよ、で、あれもそうだって言ったシェフがこう、こう来て、そうそうそう、で、みんなに皮やってくれて、俺初めてあそこで、あ、肉食わねえんだなと思って、監督ですか、ドッグ皮しか食わねえのかと思って北京ダックえ皮しか食わないのって僕は、うん、肉食べます、あれももったいないんで、監督あたりは食べないんですよ、さらにこう切ったやつ出てきちゃうからさ、はい、分かんなかったんだよ、そのいわゆる肉ってどうしてんのかなとは思ったけど、食べないですよね高級な方々は、普通は食べないですよ、うん、で僕はもらうんです、もったいなく、美味しいから、美味しいだろうね、美味しかったですよ、あの味噌の、巻くものにこう皮の中に北京ダックやるじゃないですか、うん、ネギと、うん、きゅうりと、あと味噌つけてますよね、 あの味噌で普通の肉も美味しいんです、でも監督あたりは、で、あの監督のスイカ植えだけ食べてるの見ました、ドームで、見た見た、これあのジャイアンツ行って初めて一個ずつ積んであるバナナ見たことない、そんなバナナ見たことない、待遇は巨人とかでもいいですか、食事とか、ほら監督が長嶋さんだから、長嶋さんが食べるようなやつとかさ、そういうことなんですね、でしょ、うん、そうかも分かんないです、多分、まあ、僕は楽天の監督の時に、あ、楽天な、東京ドームで交流戦行ったら、うん、食事が違うんですよ、うん、で、あの、のんちゃんって覚えてます、レストランのおばちゃん、いるいる、まからないのんちゃん、あ、いるいる、ちょっときつい、そう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 、部下になんか特にきつい、きついよ、ちゃんと持ってきなさいとかやってる、でのんちゃん幕の内だってもうないわよみたいな、ないわよもうこんな時間来たってみたいな、うんうん、でのんちゃんに聞いたんですよ、なんでこれジャイアンツと同じじゃないの、予算が全然違うんだって、やっぱり巨人は半端なんでもあったじゃないですか、あった、アイスクリームまであったんですよアイスクリームは分からないけどさ、ジュースはもうびっしり、長嶋監督がもうああいうの好きなんですかね、遠征先の料理もやっぱり
ヤクルトよりもちょっと一品、二品ぐらい多かったかな。ヤクルトってあれですか、リーガルウェアですか、大阪の。ヤクルトは大阪じゃなくて、あの丸ビルだ。今、丸ビル。あの丸いビル。丸いビル。あ、あそこあそこ。窓も丸いですかね。もう、丸いの。丸いの。今なんだっけな、ダイバーハウスかなんか買ったのかな。前はあの丸ビルって言った。あの、巨人行って竹園、すごくなかったですか、飯。うん、飯はあだけどこんなとこにいるんだと思って。飯もそうだけど、まあ飯はね、あのいいんだろうけど、だけど人間ってさ、その贅沢で、うん、まあ、この期間も青島グランドホテルで泊まってさ、はい、飯もいいんだけどさ、はい、大体1週間食べるとさ飽きちゃう、まあ、それはそうですよね、いいもんってな。確かに、うん、青島グランドホテルのびっくりしたな、汚くて。まあまあ最初、まあ、巨人がこういう古いとこに泊まるの、ね、俺ね、竹園もね、巨人ここに泊まるのっていうぐらい、まあ、部屋とかはね、うん、そんなにびっくりする部屋じゃないですもんね、うん、でもあそこで巨人って実はあれ、うん、広沢さんは絶対にツインのシングルユースだったはずなんですよ、間違いないです、うん、一人部屋は一人部屋だったよ、レギュラーは、うん、それ僕が最初一人部屋のシングルだったんですよ、うん、普通だったんですよね。だからまあマネージャーから全部決めてるらしくて、うん、で鍵取って僕は7階の7割だとあれ今回違うんだと思ったら、うん、篠さんとかに認められたねとか、何が認められたんだろうって。巨人は竹園のツインの部屋のシングル一人で入れたらもうレギュラー扱いっていう、そうそういう待遇はヤクルトも関係なかったですか。ヤクルトのね、入った時の 1,2 年目はさ、うん、若い子はツインで2人で間違いなくね、ライオンズの子普通に2人部屋だったっすもんね、うん、でレギュラーじゃない子は指定席だったよね、だったような気がするんだ。移動がすね、グリーンじゃなくて1年目ぐらい、あ僕らもグリーンじゃないわけです、うん、ヤクルトはその前に国鉄の時代があって、うん、国鉄時代はあの一車両貸し切りだったんだってっていう話は聞いたことあるけどね。でヤクルトになってあの待遇が悪いんだよって、あの当時のベテランのバッティングピッチャーの人が言ってた、うん、広沢さんでもヤクルト、うん、からその FH でまあ監督に呼ばれて中島さんに言われて行ったじゃないですか、うん、苦悩は一番これきつかったなって、やっぱ打てなかった時とか結果が出ない時ですか。結果が出ない時ファンなのかメディアなのか、あもちろん叩かれるけど、やっぱり結果を期待されていってるんで、うん、それはやっぱりプレッシャーっていうか、もうきつかったよね打てないのはね。僕的に思ったのは、広沢さんは普通に神宮のレフトに風が吹き出した夏センターに行く時も、うん、春先上げそうじゃないですか。でも広沢さんはライトには入るっていう風に打ってたと思うんですよ。だからどっちでもダメだったんですよ、僕らが攻めるのが。でなんか東京ドームでも楽に入れてたでしょ、うん、ビジターの時に、うん、ヤクルトの時でもなんか広沢さんってもっと向こう打つのなんか引っ張り出してるなっていうのはあったからね。多分見失ったよね。だってさ30、今考えれば30前後の子だぜ。確かに見失ったと思うね。あとねもう一つ、まあ、これは見失ったことが一番原因なんだけど、あとねジャイアンツって練習施設がなくて、部屋で行ってさ、じゃあバッティング、じゃあマシン打つかってどこで打つのって話になっちゃうんだよ。そうそう、今はなんか室内のマシンがあるみたいですけど、今あんだ、あのブルペンだかなんかかわかんないですけど、あの頃なかったんですよ、うん、どこ行っても練習する施設がないから、だから読売ランド行って打ってくるかとかしかある。そうなんだよな、うん、これね他のドーム球場には室内練習場あるのに、室内練習ねバッティングするの、うん、そうですね、東京ドームがなくて、あれがやっぱりなんかこう、前はいつもバッティング練習前に特打じゃないけどバーッ軽く打って、うん、でグラウンド行って汗かいてバッティングして上がって、うん、試合っていうルーティンだったんで、うん、これ練習しないっていうのがちょっとこうリズム崩したね。不安ですよね、数がその数だけ、うん、自分の納得して次に進みたいわけですよ、ね、でも原さんだとかさ、その当時岡崎さんだとかさレギュラーだった、まあ、落合さんもそうだけど、みんな普通にやってあれで上手くなるわけだから、ね、じゃあこれでいいんだなって思っちゃったこともあってね、練習あれしなくていいんだなって思って見てたってさ、来てさ着替えてグラウンド出てさ、はい、で自分の時間たった7分あれ5分ぐらいを打つわけじゃない、はい、俺で打っちゃうんだからんって俺もそうだなと思ってさダメだったねあれが
でもデーブなんかもそうだったんじゃない、西武時代。ああ、ほら、ね、普通の練習場でバンバン打って。キャンプかってぐらいで試合前打たされたんですよ。ね。1軍用が2軍用が、うん。確か練習しなくていいなって甘えた自分いましたね。甘えたよ。甘えちゃったって練習する場所がないんだから。そうっすね。そう言ったように、読売ランドまで行っていいんだけど。行って、で、うん、また試合前のあんまりにも早すぎますもんね、時間が。俺、読売ランド1回だけ行ったらさ、ちょうど1回行こうとして行ったら、もうその試合で。うん、ちょうどなんか雨降ったりあのやんだりして室内練習を使ってて、はい、帰ってきたことあるんだよ。使えなくて、ね、使えなくてね。だからいつ行ってもいいかもわからないし、甘えちゃったの、もう甘えちゃったよ。だからそこから、まあ、だからおじゃいさんだって来てさ、すごくパンパンって緩い球をパンパンって打って打つんだからさって思って原さんもだって同じようじゃない、みんな3分か4分を2回打って終わりじゃない。あ、そうですね。ね、室内だとあのホームゲームだとね、あれがちょっと調整するって言っても今だったら多分あるんだろうけど、試合後みたいです。試合後どうするんだって。試合後も打ってたんだから、試合後も神宮の室内行ってさ、それは西武も試合後も打ってたんですね。もちろんあの試合後もさ、もうジャイアンツ行ってびっくりしたのは、試合が終わって帰ってこう靴脱いでる間にお疲れ様って帰るスピーチがいますね、俺まだスパイク抜いてんだけど、だったらもう着替えてお疲れさーお疲れさーって、もう俺どうやってんだろうって思って早いよなまあその威力は見えますよね。見えるよまだユニフォームもスパイクを抜いてないのに結構早いよ。パパ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 パ、気がついたらさ、もういないんだから。父ちゃん、もうロッカーにいるのは、のんびりしてる落合さん。落合さん、取れて話し始めて、お見えない。その後、松井が来たら松井も遅かったけどさ、こんなのしか残んないもん。早いっすよね、みんな帰るの。早い早い早い。吉が一番早かった、吉村。本当に早かった。あれびっくりするよね。キャンプも、まあ、僕らちょっとこの間真中と話したんですけど、真中ヤクルトのキャンプが家族的なチームだから和気あいあいに見えるわけですよ、解説者になった時、うん、で真中は真中で、うん、たまにしか来ない解説者がたまたま半ドンの低ければ緩く見えるでしょみたいな、うんうん、ヤクルトも自主練とか以外にも相当やりますよと、うん、まあ、西武は異常だったんですよ、キャンプなんか、うんうん、ジャイアンツ行った時に優勝して長嶋監督で、うんうん、翌年 Y 組 G 組っていうのが分かれて、うん、ヤング組とゴールド組、僕まだ26ぐらいなのに、うんうん、ゴールド組に入っちゃったんですよ、うん、10時に行かない時じゃないですか、11時半には宿舎にいるっていう、うん、考えられないのに2月の1日から4日間あったんですよ。アップやってキャッチボールして50人俺もいたいましたよね。いたよ。その上に水沢さんがあって、トレーニングコーチで G が一番いいんだっけ。 G が一番上です。で、あ、いましたいたよ。で、丸 G が落合さん一人です。三方三方あの海岸で松前三方ほらバッティングしてだからお昼前に終わっちゃうんだもんね。そう、最初の4日間はキャッチボールペッパーであと自由時間だったんです、うん、甘えちゃったね甘えちゃったね。あれで僕もね、あの26であれはまずかったですね。俺もまだ32だから、32であれもまずいよな。だって言ってさ、落合さん、原さん、あ、落合さんいなかった、落合さんは違う人だ、原さん、篠さん、あ、篠さん、岡崎さん、岡崎さん、村田さんが最初の3日4日間いたんですよ。あ、村田もいたの。はい。あと誰から、吉村さん、吉いた。はい。河合はいない。河合さんいない。いない。そんなもんですよ、広沢さんと。そうか。でそれでトレーニングコーチがわざわざ1人ついて、そうだ、それも1月読売ランドで必死で自主トレやってたんですよ、うん、だけど岡崎さんがいらねえよ、キャンプ行ってから自主トレだとか言ってるんですよ、うん、なわけはないって必死でやってたんですけど、うん、あの水沢さんのアップ覚えてます。ほとんど歩きでしたもんね、ダイヤ。水沢さんかわいそうなことにさ、俺よりも年下だからさ俺は別に言わないけど、原さん、岡崎さん、なあ、こんな人がいる中で、もういいよ、水、もういいだろ、はい、じゃあ次、あれ、水田さん、かわいそうだったよ、ね、原さんも、水、うん、ちょっと長くないはい、ウォーキングしまーす。なあ、かわいそうだったよ、年下の子来たからね。で、あの、キャッチボールも、時間も水田さんが測ってたんですよ。そうだったっけ、原さんやりだしたら5分ぐらいですよ、もう累間ぐらいで、うん、水できたぞーってピーッとあれはかわいそうだったよな
あら、水沢さん、かわいそうだった。まあ、俺、何個か分かんないけど、俺のことを敬語で呼んだから。いや、水沢さんの下ですよ。広沢さんの下です。下だと思うんだ。ずいぶん。かわいそうだ、あれは。ちょっと甘えちゃったね、あれでね。ねえ、で、あれはね、僕は室内で打ってかなと思ったんですよ。うん、打ちたいじゃない。免許状とか、うむ聞こえてるわけでしょ。うんうん、そしたら原さんが、お前さんね、まだバッティング早いぞ。もう今日は帰ろうって初日僕すぐ帰っちゃった俺も帰ったよ岡崎さんと一緒に帰ったのよく帰ろうはいじゃあもうバス出るぞミリマン出るぞやろうとどうするからかかるぞミリマン行ってやることないからさサウナ入ってなそうさ3人くらいしか入れないとあの時萩生さんいたんですねいたんだよ。大人扱いしてくんないですか、そのジャイアンツって、うん、もう一人の監督コーチとなんか対等ぐらいに話をしてくれて、そうなんだ、ヤクルト上から目線でいたの、やっぱそうですか、そうだよ、コーチ監督コーチがね、バカ野郎、この野郎の世界だったのが、もう普通に話してくれて、対等だよな、ね、ジャイアンツってな、例えば、デーブ、今日はオープン戦、明日からどうするっていう、うんうん、何打席か立つかみたいな、いやいや、そんなの決めてもらったんですけど、僕じゃなくて、うん、いや、行っていいよ、2打席でいいか。うん、あ、それ宮崎お願いしますみたいな、だからあちょっと異質なんですよ巨人軍って、うん、生え抜きの人しかあそこ無理なんですよ、まあ、そうかな実際はあの時代はですよ、うんうん、まあどの球団もまあ大人扱いっぽいじゃないですか、うんうんうん、だから丸が来ても、まあ、広島のあの大下さんの時代を知らないわけですよ、あ軍隊以上のやつを僕も自衛隊の訓練見ましたよ、うん、あの頃の広島のキャンプは軍隊以上ですからサバイバルですよ大下さんな大下さんの時は喋ったら罰走があるとかアップの時、通常トレーニングコーチの声ぐらいのもんじゃないですか、うん、気合が入ってるとこがこのエビビってやつでしょ、うん、あそこ室内のマイク使ってエッチにってやってましたから、そう広島の大下さんの時は、うん、でもその流れがあった人が僕らの時代が巨人はやっぱりそれは FA の人はきつだったんですよね。ヤクルトってその、まあ、野村監督の野球 IDID って言いますけど、うん、あ何なんですか野村監督野球ってミーティングは1時間は必ずやったって話を聞いてるんですよ。キャンプ中アリゾナかなんかですよね、まずキャンプ、まあ、ID っていうのは、まあ、俺らは随分勉強したよね、勉強になった野村さんの人でね、なので根拠を求められるものなんで、はい、必ず狙い球にしても配球にしてもなんでその配球になったのか、なんでその球を狙ったのかっていうことはよく言われたね。その何ていうの過程をすごい重要視したな、まあ、すごい人だったと思う。俺あのいろんな中でね、俺らに1時間ミーティングするためには、はい、やっぱりその勉強してくるんだと思うんだ。だから野村さんが亡くなった時に野村さんが読んでたあの本を見たらもうすごいいっぱいあったもん、はい、うん、その中からこういろんなことを抜粋して俺らになんか喋ったんだと思う。考え方、人間教育もされたみたいですよね。まあそうだな、いろいろまず組織の中の一員としての心構えみたいなことは、うん、広沢さんすっとその野村駅に入れた人ですか。俺はあの抵抗はなかったね、はあ、抵抗あった人って言われると阪神の時は多かったけど、当時ヤクルトで野村さんの、はあ、まあもっとね、こう通らなかったとかやんなかったのは、あの今芸能界で頑張ってるあの誰っつったっけな、あの頭文字言うと一茂じゃないですか。一茂村しかいなかったよ。あの人が本当に書いてないですね。書いてない。俺あのね、カーッと書いてて、ポッって見た時にこうやってたもんな。俺偉いと思うんだ。俺ね、いろんな人間見たけど、でも我々の頃って権力だとか権威だとか人事権を持った人にはやっぱりどうしてもこう頭上がらない時があったじゃない、うん、ね、あったじゃない、普通ですよね、それ普通だよね、こう上がらない、特に、まあ、野球界だから縦社会だから、その中で監督がこうやって書いてるのにずっと前見られる人間って野球、他のは同世代にいたかもしれないけど野球界にはいないと思ってたからだって二軍行けって言ったら終わりなんだからね。そうかね、終わりだよ二軍行けとか。まあ指導陣は見てますよね、見てるから、メモも取らねえでって、取らない、見てるから、お前帰っていいよって
あのもう言える東京あの東京帰っていいよって言われたら終わりなのに、ってなんかそのなんつうかな、そういう権威だとか権力だとか人事権を持った人にこうなんつうのかな、こうへつらないあの頑強な精神力すごいよ。あれ俺はもう気弱いから帰ってなくても帰ったふりやすちゃうもんなじゃない？もちろんしますよね。帰ったふりやしちゃうよね。帰ったふりはね、うん、俺帰ってたけどね、うん、大したな、大したもんだなと思ったな。ですよね、うん、その生き様でもうあの人も55になりますからね。え、加藤さんも今年か56じゃないの？今年50。あ、そうそう、僕早生まれ。僕も加藤さんも加藤さん早生まれから、僕早生まれなんで、この間54になったんですよ。あ、そう、じゃあ55な、僕らの年代55になってんですかね、もうすぐ、うん、55なりだすんで、加藤さん56っすね。そうそう、56になる。あのまま死んでいくんでしょ、あの人80になっても。いやでもね、彼はね、最近になってコメントの中で聞くと結構勉強してんだなってあるよね。うん、そうなんですよ、その、ね、国が給付金でも何でもこうやってやればいいのにさ、うん、なんでやらないのか俺には分かんないって。カズさん俺の代わりに言ってよって、俺はテレビなんか出ないんだからっていうのは言っても、うんうん、まあこういうことあるからちょっと待ってて、こういうことが起きたらこうやるよとかスッと答えられるんですよ、あの人。うん、勉強してんじゃないのかな、いろんなことで。で、へつらないから何でも言えますからね、あの人は。まあ、僕らは政府に何か言おうと思っても、うん、特に飲食水商売って、うん、僕の中ではもうしちゃいけないのも政治の話、うん、宗教の話とか国籍とかどうでもいいじゃないですか。みんな大事なお客様だっていう感覚があるから、やっぱり広沢さんにメモするようなもんですよね、うん、あの人は何にも映らないですもんね。あのヤクルトの一茂が入って2年目か3年目に、うん、ヤクルトのトレーナーがさ、その鰺ヶ沢村だから、鰺ヶ沢村って青森のさ、はい、鰺ヶ沢村に、はい、何万坪って土地持ってる息子の人だったのね、はい、そのうちのまあ兄弟だから、兄弟何人かいて、そのうちのまあ何十万つでも何万坪は俺のもんだみたいな話になったのよ、はい、ちょうどバブルでこうなってくる、人間、あの日本がふわーって上がってくる頃だよ。そしたらポロッと、先生のその何万坪ってうちの車庫ぐらいしかないんじゃないのもしかしたら一つも買えないかもしれないとか言ってさ、平気で言ってさ、スーッていなくなったらもうっとクシーンってなっちゃった、その先生値段で言えばですよ、値段で言えば車庫ぐらいしかなとか言っていや、あの人も一回会社を自分で本当に焼き辞めて、自分の会社をペーパーカンパニーじゃなくて作ろうとも作って、うん、事務所どうしようかなと思ってて、一茂さんがあの頃ね、広岡なんかにいたんですよ、事務所があるって言ったから、カズさん、どっか知ってる不動産屋かなんかないのって、どっか事務所構えたいんだって言って、あ、デーブさ、ゆちうち、一軒家あるからさ、そこを使えばいいじゃんって、いや、家賃いくらなの、いらないよ、家賃なんかって、どこにあんのって言ったら、前、中曽根さんが住んでたところだよって言われて、ちょっと待ってと。じゃあそれもともとあなたが住んだんじゃないのって、そうだよって、うん、で電池局行って中曽根さんに貸してたと、うん、なんでそこに俺が入れるんだとそういうだからレベルが違うんですよ。俺その家の近くなんだ。あ、そうっすか。ああ、そのすぐ近くだから、一茂が行ってたその幼稚園だとか、はい、小学校のすぐ近く。あ、そうっすか。ああ、幼稚園のすぐ近くにある。中曽根だから、俺がそこに引っ越した時にはまだ中曽根さんがいて、はい、このあとのこうポリボちっちゃい、そのなんていうの、公衆電話ボックスみたいな、まあ上に明るずっとさ、誰かあの機動隊が常駐してたね。警備するわけです。警備してた。やっぱ首相が、うん、家は、うん、で後でここあの長嶋さんが大家さんだよって聞いたそうなんだ。総理大臣に数野球選手いないですもんね。そうだよなあそこに行けって言われたの。そう、住めよ、うん、近く。その当時多分あのあれ金太は何が何さ、金太は水野もあの近くにいたと思う。あ、そうですか。うん、広沢さん入った頃のヤクルトって会社禁止だったんじゃないですか。うん、そうそうそう、何年目までかちょうどいや禁止で、野村さんがねその禁止の時にだって、あのクラブハウスの駐車場にいた時にベントレーで来たんだよねおいっつって、それでオーナーもその野村さんが入った2年目に会社を解禁したね。もう監督に許しちゃったからですかね。もう監督弁当入れてきちゃうから広沢さん入った時野村さんですか、関根さんですか。ドバイスさんって人。ドバ
バスさんすか、うん、豪快な最高だったんじゃないですか、バスさん。だけどバスさんはもうベラン名でね。ねえ。うん。バスさん2年、関根さん3年。ああ。で、6年目に野村さんが来たから。ああ、じゃあ、うん、なんか、ちょうどいい、この場合はやっぱり、うん、いいですよね。豪快な人があって、まあね、関根さんも、うん、実際自由じゃないですか。でも、怖かったらしいですね、本当は。笑って怒る人だからね。みたいですね。まあもちろん殴ったりさ、蹴ったりはしないしけど、声も荒上げないけど、うん、もう言うのがね、ほら、じゃあもうこうだから10キロ走ってこいって、10キロ走ってきなさいって。嘘だって思うじゃない。え、ちょっとね、キレがないんだよ、バッティングね。うん、10キロ走って、長嶋さんの似てんだよ。似てますよね。10キロ走ってこいって、優しくに、10キロ走ってこいって。キリがないからって本当に本当に走ってこっちゃうんですね。ハワイかけて笑っててまたとか言ってながら、そうするとあのトレーニングコーチが来てさ、10キロだよ本当かよって関根さん、太陽の監督の時は、うん、広瀬さんってピッチ左の広瀬慎太郎さんってピッチャーいたんですよ。西武来たんですけど、いたな。ドラフト上位じゃないですかね。あれいた、あれ峰山、あの野村さんの後輩じゃない。あ、そうですかね、広瀬さん左左で、はい、あ、うん、でラウンドでやったんですけど、まあ、関根さんの話になって、まあ、ピッチャー交代かなと思って、うん、とかアドバイスかなんかくれるのかなと思ってニコニコ腕組んできたから、うんうん、バチンかれたらしいです。関根さんに、はい、あ、そんなこともあったんだ。あ、そう、やっぱ笑って殴ったらしい。笑って、うん、もうね、説教もね、その試合終わった後コーヒーとケーキで出てきたの試合終わった後怒られるときですか？怒ら、まあ、これはな、まあ、ちょっとね、俺が悪いんだけど、その悪いことをいろいろ言われたことに、はい、だけど、普通はまあ、コーヒーとケーキで何か言われてもなって思いながら。関根さんらしいですね、うん。コーヒーとケーキ。コーヒーが大好きで。関根さんですか？うん、名前も。喫茶店やってたって言いますもんね。あ、やってたの？はい。長年。でもね、その頃よく、いや、1回だけ聞いたんだけど、こう関根さんが小学校から中学校上がるときに、はい、おい坊主、お前いいボール投げるなって言われたのが沢村さんなんだって。へえ、うん、すごい時代の方なんですね。そう、僕ら漫画でしか知らない人。そうそうそう、あの多摩川の河川敷でね、うん、小学校6年生かなんかかな、お前いいボール投げるなって言われたって。それがもう、まあ、ちょっとこうご機嫌な時に話した人、僕一回だけ、うん、ちょっと話違うんですけど、通り一個だけ記録してるんですよ。お、一個あんの。おかげさまで、うん、どこで？ヤクルト戦で。あ、巨人に来てから。はい、おう。で、そのヤクルトのファーストの人が大きい人なんですよ。う、明治大学出て。おお、ファーストコーチャーが中田清という、うん、あんな元気な人が、うん、おい、デブ、うん、走っちゃうよ、お前。カズヒさん全然似てねえ、舐めてんだあれって確かにピッチャー茨城の人に似てんね。茨城なんか有機化仕事とかあっちの、うんうん、確かにカズヒさん一回も僕を見ないんですよ。ああ、ちょっとは見るじゃないですか、うん、キャッチャー見たままセットに入って投げるっていうじゃああれもし頸髄来たら落としてくれますか。あ、どうしたから走っちゃえよ。ちょっと待ってください、中田さん走っちゃっていいですかたら、行っちゃえ行っちゃえって言って、さんがこうやってピクッとした瞬間走って、まあ、もちろんクイックなんかしないですから、うん、トリコだけついたんですよ、うん、おかげさまなんです。広沢さんのおかげで1個だけついたんです。あ、よかった、よかった。全然覚えてないですか？覚えてないけど、通算1個、その1個だけです。でもその次の打席に古田さんも悔しかったのか、やっぱキャッチャー古田だったの、はい、すごいね、1個が古田、おすごい話じゃない、それ。次の打席でも高津から、うんうん、あいつ俺のこ見てましたの、あー見てると思ったの、デッドボールで骨折で現役終わりました。その後通りに怒ったんですね。でもね、高津はそういう人間じゃないんだけどね。いや、サインが例えば厳しいとこ行けだったら行くわけじゃないですか。例えばそう思ったんです、僕はその時で。そのまたこれもいろいろお聞きたい、したいことがあって、やっぱり神宮球場だったんですよ、うん、もうデッドボール当たったんですよ、うん、ザッ、うん、でーなーと思ってファースト行ったら、やっぱファーストで茨城弁の人が出てる人で、うん、背の大きい方が、うん、足場の人ならここデブって、うん、俺じゃ返すなら俺じゃないぞお前古谷返すよって言われたんですね、そのファーストの方が。そう、古谷行けって、古谷行けよ、古谷が行けば行けと、まあ、当時、うん、返すならキャッチャーが4番っていう、うん、ありましたよね、うん、
6番7番8番でやって6番7番行ってもしょうがないみたいなのがあったんですよ。で僕はそのあと何でか分かんないけどあったから2塁に行ったんですね。進塁したんです。そしたらショートの今二軍監督やってるんだよな、池中さんだから兵庫の人だ。あ、兵庫の人、兵庫の人が、はあ、いたいたいた、ウィルソン使って、あ、ウィルソンね、はあ、いた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 、ブンブン丸とかブンブン山とか言われた人が、そうそうそう、足場やっぱ鳴らすのかな、ブンちゃん、あ、ブンちゃんが、あ、デーブ、うん、俺ちゃうで俺来たらあかんぞファーストの人にも行ったらあかんぞ古谷返せやあの真相ちょっと何にもないよ。ないですね。あの悪気なんかちょっと笑かしてやろうかなと思って。なるほど。でも息は合ってますよね。うん、ファーストとショートで打ち合わせする時間もないのに、うん、ファーストでも同じこと言われ、うん、セカンドでもっていう。大体あのなんかおもろいこと言ったろうかなと思ってるんで。我々はあの関西人はね。なんか一応笑いもちょっとおかしいのちょっと言ったろうかなって。いやいや、かまし入れようかなと思ってるから。茨城です。茨城だったっけ。でもヤクルトでみんな仲良くなかったですか。みんな仲良かったよ。ねえ。うん、俺らみんなで野手会でみんなでグアム旅行行ったの。ヤクルトグアム旅行。ちょっと待ったらちょっとジャイアンツが泊まってるところでさ、まあもう昔ジャイアンツが泊まって。パセオ球場とかっつって。なんだっけジャイアンツが。レオパレスじゃなくてなんか。なんとかって忘れちゃったよもう。藤田タモンビーチ。藤田タモンビーチ。ジャイアンツはキャンプで来んの俺たちでこう遊びてきたんだなみたいな。そうしたら、その行った時に、もうそのグアムがさ、70年ぶりかそこらのさ、台風が来ちゃってさ、帰れなくなっちゃって、2日ぐらい。それがゴルフでもやって、まあみんなで行くかって言っただけなんですね。そうそうそう、みんなでね、罰金集めて、あー、まあ、シーズン中のやつですね。そう、罰金決めて、たまったんで、そこに俺とか池山とか対して、行ったのみんな連れて。おしたら本当の70年ぶりぐらいの台風でさ、もう3日ぐらい帰れなくなっちゃって、飛行機飛ばないし、外出れないし、もう二度と行くとこじゃないな。おう、宇佐さんが、うん、まあヤクルト、巨人、阪神、うん、で現役終わったんですかね。これじゃあ今その、まあ、明治大学も最初にセレクション行っちゃって、まあもちろん行ってしまった、うんうんうん、エグエして巨人行った。うん、あるけど、その3球団で、うん、今も冷静にそれが見れるわけじゃないですか、うん、もう一回生まれ変わって野球その球団その3個選べたらどこ行きます。そうだな、でも失うものもたくさんあったけど、うん、得たものもたくさんのね。そうでしょうね。どうだろう、その現役としてのキャリアっていうのは、うん、多分ヤクルトずっと残ってた方が、うん、そのキャリアになったと思うんだけど、うん、だけど言ったように親の対処だと思うのね。まあ何も知らずに死んでいくのもいいんだけど、でもやっぱりこうなったんでいろんなことをやっぱり知ったし、うん、勉強したし経験させてもらったので、うん、よくそういう質問を受けるんだけど、でももう来年、まあ今年59になるし、うん、もうこれでもいいかな、良かったんかなって思ってる。じゃあもう、うん、その順番が違うとどこに入ろうと、うん、やっぱり得たもののが実際大きかったんですか ね、うん、ね、大きかったし、そういうなる運命だったんじゃないかな。だから、うん、まあ通常やっぱ僕らって、まあ、野球人は野球で生きてった方が楽は楽じゃないですか、うんうんうん、得意分野だから、うん、でこれね見てる人はもちろん知らないし言ってないんだけど、僕広沢さんに一回コーチやってくれるって聞いないですかって監督になるとき相談したじゃないですか、うんうんうん、そりゃ嫌でよって俺はいいよってもういいよ俺はもうゆっくりしたいんだよなって。もうデーブに本当にありがたい言葉をかけられたんだけどね、今のちょっと子供たちの野球のね、うん、あの役員してんの、その硬式野球やってるんだけどね、はい、中学多分一番大きいのはシニアとかボーイズっていうのはこの二大勢力で、はい、で俺がやってるところっていうのはその下のクラスで、あのまあそんなにいないけどポニーっていう、ポニーありますね、ポニー、そこの理事長してんのよ。でポニーはさ、その野球っていうのは野球に試合に出て覚えましょうっていうことで補欠を作らないのね、試合に出れない子を作らない、うん、何十人いてももしかして30人いたら2チームつけていいよ、で例えば試合なんかさ、まあ、あの試合もちょっと違うんだけど、あのリエントリー制っつって、うん、1回試合出てもまたこうバレーボール方式に出れる、あ、
込んでもまた出てる。そう、俺の時代もずっとデブのとこもそうだけど、水戸省だったらもう7、80人いたでしょ。あ、そうですね。俺のとこもそのぐらいいたんだけど、で同窓会になると大層ぐらい出たかったっていう人がいるんだよ。あ、だって1回も出れないんだもん、ね、ユニオンも切れない人。大体レギュラー決まったら高校なんかも変わんないですもんね。で18人しか入れなかったでしょ。そうですね。でその俺らはあの今のポニーは全員が試合出れるようになってる、ね、はあ、うん、夢がありますね。それやりがいがありますね。そうなんだよ。で大会なんかこうトーナメント式に上がっていくんだけど、実はそうするとさ、1回戦で負けたのは帰んなくちゃいけないんだけど、はい、俺らはこう下から負けた同士でこう下にもこう戦わせてあげて、あの、そうそう、これはまあ交流戦っていう形で戦わせてあげて、それやってるんで、今はちょっと今改革をずっと進めてるんで、やめられないかな。もうそれも含めてだけどね。やっぱ そこに行き着くこと自体がやっぱ今までの経験が本当に良かったんですよね、うん、そうそうそう、それその案は僕にはまだ行く気量がなかったですね、うん、そっちの方に。まあ縁があってね、その、まあ、最初カンボジアに行ったりね。行ったんですか。カンボジア、とんでもないとこ行ったよ。カンボジア、携帯、ガラケーの携帯をさ、こう2つ折りのやつをさ、はい、夜だよ、はい、あの連絡があったからこうパンと開けるじゃん、はい、この液晶画面にさ、もう虫がブワーって群がったりさ、すごいとこだったよ。で食べるのないからさ、カップヌードル持ってってこう開けるとさ、これハエだとかなんとか寄ってきて、これ避けながら食ったりさ、へー、はい、すごくいい経験いい経験だった。カンボジア行ったのは、それなんで行ったんですか。ジャイカかなんかの、はい、養成で、うん、野球をカンボジアってそのポルポトに迫害されて、まあ、あのいろんなことで迫害されてて、うん、そのポルポトの迫害を受ける前にその富裕層の人たちがアメリカに逃げたのね、はい、多分200万人とかそれぐらいポルポトに殺害されちゃったんだけど、富裕層は持ってあのお金持ってアメリカに逃げて、でこれがポルポトが失脚してから戻って、この人たちが野球を伝えたのよ。なるほど。なので野球協会の人たちみんな金持ちなの。なるほど。で、あの発電所持ってったりさ、その石油の権利つってさ、それで呼ばれていったの。あのジャイカのなんかでね、そこで教えたの。もう言葉も通用しない。英語ももちろんダメですしね。そうだ、通用しない。子供たち字読めないから。ほとんどがファーマーなんだよね。ファーマー、農家なんだけど、ね。でもやっぱりナショナルチームを作って、頑張ろうって何年かはやったよね。こんなところで野球やるんだなと思って。だ僕いつも思うんですけど、二軍監督もやったし、コーチもやった、二軍のコーチもいろんな、二軍監督もやったし、そうそう、編成部もやったし、編成もやったんですよ。編成やったの？はい、プロのプロ担当のスカウトやったんですよ。どこで？ライオンズです。あ、ライオンズでやったの？はい。おお。なんか中枢部も見たし、うんうん、だけど結局言いたいことは、コーチになる人ってコーチで食っていくのが一番美味しいわけじゃないですか。うんうん、まあ、まず簡単に言えばこう虚勢を張れる。うん、例えば巨人軍の打撃コーチですと、うん、名刺があるとか、うん、でも年俸がついてくる、うん、まあ、1000万ぐらいは保証されるわけじゃないですか、うん、これにしがみついて来年の契約が危ないってなると、自分のことが動いて就職で動くことってすぐバレるんですよね。一軍の監督の耳にもすぐ入ってくるんです、あいつ動いてると、うんうんうん、絶対喋るやつがいるわけじゃないですか、うん、うわ、こうだから僕はなんで広沢さん来てほしかったかっていうと、そういう自分の生活が先で選手ってことは、選手を裏切んなきゃいけないわけですよね。いや選手が悪いんでっていうことを言ってるっても耳に入ってくるわけですよ、うん、いやお前の教え方が悪いから選手が育ってねえんだよっていう、そう、生活に困らないというか、コーチでしがみつきたくない人が来てくれたらいいチームできんじゃないか、そういう人だ。本当は広沢さんも NPP 帰ってくれると、うんうん、すごく選手がいいには助かるんですけど、でもそんな大きな夢というかね、うん、まあ俺もまあじゃあ N プロ野球に何の興味もないかって言ったらそんなことないんだけど、ただ今デーブが言ったように、そういう人ばかりじゃないけども、そういうぐる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 ね、うん、このうまく、ね、うまくっていうね、言葉で言えばそういう人が目立っちゃうよね。目立っちゃうよね。あの野球しかしてなかったのに、いつそういう技術を学んだのって。ずっと野球しかやってなかったんだ俺たちって。いるよなそういう人。いつ覚えたって根回し。どこで覚えたってですね。ありますよね、うん、あれはでも本当疲れたんです、うん、本来は僕はいないはいいと思ってて。そりゃそうだよ、だって自分のために働いてるんだ。そうなんですよ、自分の生活のために。あ、その球団だとかそのチームとか選手じゃないもんね。そうなんですよね。だから広沢さんのまあ興味がないわけじゃないって聞いたんで、うんうんうん、
ぜひ。いや、ないけど、でも今は実際はもちろんボランティアでやってるんだけど、うん、大変だけど、やっぱり子供たちと会って話して、なんかこう喜んでたり悲しんでたり涙流したり、うん、一喜一憂してるのが、見てるのがすごくいいね。いいですよね、うん、いいことばっかりじゃないんだけどね。そうですよね、うん、大会やっぱりどうしても決勝戦で敗者が出ちゃうわけじゃん、はい、負ける方が、うん、そうこう優勝こう、まあ、優勝者にこう賞状を渡して、気づかなかったんだけど準優勝も渡すわけじゃん、準優勝だから、はいはい、準優勝の子泣いてんだよ、ね、まあ、もちろんそうだけどさ、うん、俺もらい泣きしたもんね。わかりますね。やっぱ広沢さんも野球界のためにやっていただいてた方がいいですね。なんか縁が、縁があればね、まあ、ユニフォーム着ることあるでしょうけど、うん、本当は僕広沢さんと同じユニフォームを着て、うん、いやいや、やりたかったですよ。今だったらいいな、なんかですね、今すごい戦力だったな。今度入ったここに入った早川君、ああどうすか、すごいよ、言いますねみんな。俺六大学の解説してんのね。あ、そうすか。六大学のアメバってやつ。アメバ、俺見た中の左ピッチャーで一番彼がいいね今までのすか、うん、であれはね、誰かが石井ピンと似てるって言ったんだけど、ああ全然違う、レベルが違うすか。レベルが違う、ええー、あんな球が速くてあんなにコントロールいいピッチャーは初めて見た。じゃあ外のボールがまっすぐドーン行くみたいなピッチャーですか、うん、こう進化しないように、うん、左ピッチャーのいいピッチャーって、なんていうの、この球質が良かったり、うん、すごく和田みたいな、和田みたいなね、うん、とか、まあコントロールが、まあ球速はないんだけど山本昌みたいな特殊ボールが持ってたりっていうのがあるんだけど、速くてコントロールがいい。でウォークとかも落ちる、チェンジアップだけね、チェもあるんですか、チェもあるし、スライダーもあるし、全部何しろカウントの球にもなれば、その勝負球にもなるというね、何しろコントロール抜群。じゃあこれ5人いるわけですからね、畠田勝也とか、じゃあ早川で、うん、正弘とか引き岸、うんうん、幕井、西森本、早川、うん、今監督やりたくないですよ、なくて黙ってればいいんじゃないですか。俺今やるならオリックスがいいね。あ、そうですか。オリックスもくすぶってるよな、まあ、もうここ何年かで、もうすごいのいっぱいいますからね、すごいじゃん。え、だって今楽天だったら当たり前みたいなのがあるじゃん、そう言われるやん、ね、オリックスなんで勝てないのってずっと思ってない思ってるよな。多分解説者みんな全員そうでみんな1位か2位にしてた時代があるんですよ、5、6年前まで、うん、ところが毎年裏切られてみんな下位予想にしてった、うん、あのピッチャー山本なんかだって、うん、えぐいっすもんね。すごいよなびっくりしちゃうよな、 100m ぐらいあの高さで行くんじゃねえかみたいな球すからね、うんうん、他にもいいピッチャーいるしね、いますよ。バッターだってあのだっけ、あの吉田中心に、うん、あの全力疾走もしてチーム引っ張って、なんであれがね、A クラスも入らないってね。毎年ビリ争いですからね。今年ビリは日本ハムだったの？日本？今日ビリどこだったの？忘れちゃいましたね。日本ハム？ 4 位が楽天になって、うん、だからハムかオリックスじゃない？どっちだよね。そうだよね。ハムかオリックスだよね。いや、もうそういうチームに見えないもんね。見えないですよ。毎年もう、だったら面白いなと思って。あね、そうすると、まあ、負けた時はもうしょうがないけど、勝った時の評価が違うじゃない、うん、楽天で勝った時とさ、だから外したなんか大変ですよね今年は、あんだけの戦力もらって、うん、勝てなきゃ打つ方も打つよ、打つ、ね、浅村がいて、うん、打点王でしょ、うん、あれホームランか、ホームランか、いやみんな模擬にしてもみんないいですから、あそこは島内もっと打てるはずなんだけど、まあ、もっと俺の後輩ですね、あれもっと打てるはずなんだけどな。ちょっとまあ、あれだ、広沢さんって山張りでした？違うよ、張れないですよね、うん、だから、ね、あいつ変な山張ってんのかっていうすっとことっこの空振りとかやるんですよね、それ追い込まれてからとか。いや、持ってる潜在能力高いでしょ、すごいっすよ、うん、ただ肩を壊してからバッティングもおかしくなったんですね。肩壊したの？大手術とかなんかし、もうすごい、なんだ1年ぐらいリハビリやったんですよ、うん、それからバッティングもおかしくなったんですよ、うん、で、まあよく戻ってきたんですけど、うん、あ、そうなんだ、はあ、あ、それは知らなかったね、うん、やったんですよ、うん、僕その時二軍監督でずっとあいつリハビリやって見てましたから、うん、あれが彼が4年生の時に彼が4番になったのかな、うん、いや、すごかったやっぱり。あ、そうなんですか。彼のおかげで、まあピッチャーが野村祐介もいたけどね、あ、日本一になったんだけど、やっぱりすごかったな彼はね、絶対プロで通用するっていうのに
誰も指名しなくて。そうなんです。で、星野さんが、親父がなんか命じて、うん、違うしねってなって、やっと引っかかったっていう。うん、それも一番買いでしょ。買いですよ。あれの時点で、なんでこんなプロのスカウトって見てねえのかなって思ったから。でもやっぱりあの、すごかったです。吉川が、ハムの吉川が誰が行ったって打てない時に、あいつこんな高めだったら、バーチャーン、あいつだけホームラン打ったんですから。アゲンストのこぼしたで、ドーンっつうの。あ、そう。あいつはすごいの取ったなと思ったんですもんね。あ、1年目に。はい。吉川なんかいつも、あ、これこいつまた完全じゃやらんじゃねえかとか、またっていうか、うん、ノーヒットノーやられんじゃねえか当時はね。バッティングコーチなんか、その心配ないですか。もういきなりフォアボール取ると、ああ、ノーヒットノーラン完全じゃなくなったとか、ヒット1本打つと。それ多分、楽天だったな、それ。そこはあんまり心配したことないな。まあ、いいところで、まず、完封やめろよなと思うときあるよね、あの5回から来るとね。まあ、2回ぐらい俺と。あれ、広沢さん、阪神だけでしたっけ、コーチ。阪神、2年間で阪神。でもまあまあ、その、そうそうそう、いい戦力だったんですね、じゃあ。そうだよ、あの赤星が1番にいて、金本が4番にいて、ああ、じゃあ。で、5番に今岡がいた時だから。ああ、ヒットは誰が打ってくる僕らはもう、まあまあ、その当時ですけど、うん、やっぱり最下位でなるぐらいのチームだったんですから、うんうん、もう星野の親父に呼ばれた時は。で、最後の最後にね、勝ったら借金なしで終わるんですよ。うん、シーズンのロッテ戦で。うん、この時選手集めて、これ借金作って終わるのと、借金なしで終わるのじゃ、来年は絶対違うぞって、今日は全員当たって出ろみたいな指示して。うん、勝ったんですよ。やっぱその僕の経験上、そのイーブンで終わったことによって翌年の日本一を取れたんだと思ってます。うん、あれが負け根性じゃなくて、あとこう4位にはなったけど、やっぱり五分で終われたっていうのが、なかなかだって僕補欠だったけど、西武とジャイアンツだったじゃないですか。うん、その負け越してシーズン終わる経験がないわけですよ。ライオンズ7人で5回も6回も優勝しちゃってるんですから、うん、先輩らが、はい、フォアボール取ってくれたみたいな。そうか。それでやっぱ弱いチームの特徴は、うんうん、無駄な山張りするんですよ。追い込まれても山張るしかないとか、うん、追い込まれたら、まあ、とりあえずフォーク待っといてまっすぐ振り遅れんじゃん、それでいいじゃんみたいな、うん、フォークに1点側はまっすぐ見逃してどうするのっていうことをやっぱやる癖がついてるんですよ。だから友田監督の方がだんだん履き違えて伝わってるなっていうのは感じてたですね。ああ、そう。ヤクルトの時のだそういう見方してないですよ。うん、池さんがたまにおっぴらいてインコース打つとかはあったんですけど、そんなに毎回毎回カーブだけ待つとか、斎藤さん のね、外のまっすぐだけ待つとかやってないじゃないですか。まんべんなく行って、まんべんなく振ってくんだから。そもそもじゃあ野球のバッティング練習って、はあ、何のためにやってんのってなると、はあ、今言ったようにまっすぐのタイミングで変化球に対応するというこの技術のスキルをアップさせるために練習してるわけ で、この技術が高ければ高いほど優れたバッター で、うん、そうですね、優れてないバッターが何をするかっていうと、やっぱり山を張るっていうことをやるわけで、うん、仕方なく、ね、仕方なくね、うん、だって中学生とじゃあプロ野球の対決の時に中学生のボール山張るわけないじゃない、ね、カーブ待つないですもんね、うん、よくね、その狙い球は絞れてませんねっていう解説者いるけど、はい、そもそもバッター狙い球は絞ってるかどうかも分かんないのに、絞ってない可能性もあるのに結局ね、狙い球を絞るとなれば、やっぱり今の優秀な、例えばマー君だとかさ、うん、それはあの、もしかしたらあの、千賀だとかね、うん、このクラスは山派なんだ、山っていうか狙い球を絞らなきゃいけないけど、菅野だとか、はい、他の人のクラス全部山派ってったら打てませんよ。打てません。今なんか7種類ぐらいありますからね。そう、打てませんよ。だいたい半分以上はまっすぐのタイミングで、半分以上だな、もう6割ぐらいはまっすぐのタイミングで変化球に対応するって打法でいかないと ね、プロ野球は通用しませんよ。通用しないですね、うん、タイミング的には僕は2球種だと思ってて、何個球種があってもま、うん、っすぐスライダーシュートフォークはまっすぐのタイミングで打てるっていう、うん、カーブだけが違う球種っていう。天才型だ。いや天才型だ。ただそのカーブも60キロぐらいのカーブ、うん、少年野球の球が絶対打てんだろうっていうことは、100キロぐらいなんだから肩さえ開かなきゃ打てんだぞって言ってコーチでも言った。自分もそうやってやってたんです。本当によく4回で1回でいいんだから、それこそまっすぐだって言ってスライダーなんでも飛びつけみたいな指導してたっす、うん、そこをやってからダメだったらこのピッチャーに山張ろうとか、まあ、レベルがあるじゃないですか、うん、例えば浅村だったら正弘のことだって山張んないで戦っていけるし、それがどうしても出ないピッチャーになった時にどうしてもあのカーブだけやったら張ればっていう考えだけど、うん、弱いチームは張ることが野村野球みたいな感じを受けたっす、うん、コーチになった時。だいたいね、野村野球に何か自分で肉付けしてからダメだね、うん、
でね、まあ、肉付けした形で言うと、まあ、これは野球やってる人見てるかもわかんないんだ、うん、かもしれないけども、打者とあのピッチャーと対決するときにバッターは7つの選択肢があるのね、うん、まず1個目は、うん、その今言ったようなまっすぐのタイミングで変化球に対応するっていう打法ね、はい、で2番目はインコースか、はい、アウトコースか、はい、このいわゆるコースを決める打ち方。で3番目はもう流すか、うん、もう流すって決めたら流す、はい、引っ張ると思ったら引っ張る、はい、で4番目がピンポイントで、例えばスライダーま、うん、っすぐとかフォークとかね、はい、まあ、ピンポイントで狙う、はい、で5つ目がこのセンター中心、うん、中に少数派でいいんで、もういつもセンター、センター、ますね、少数派、はい、で6番目がこれはあのもう、まあ、ワンアウト三塁かなんか使うときに高めと低め、はい、高いの球を打ってる、低め手出さないようにするとかね、その反対だとか、はい、高めとか低め出すのが6番目、はい、で7番目はこれ天才型で、はい、変化球に対応、あ、変化球に山張りながらストレートに対応するっていうね、この7つの中から選んでいくんだと思って。なるほど、野村さんは4つだったけどね、俺そこに3つ足して俺のが上かもしれない、okay. だから江藤なんかはスライダー、やっぱりホームランを取った時はスライダーをいつも待つタイミングで行ってまっすぐをライトでもレフトでもホームランを打てたって言ってた。変化球にタイミングを合わせながらストレートを打てたっていう、これ、ね、天才でなかなかできないんだね。デーブの天才型だね。僕はもうそんな揺れたも待って打てないですよ、うん、俺あの村田ってあのほら村田の中って言ってるから、村田真一さん、真一さん、怖いですよね。中がさ、前にその昔ね、その長嶋さんの前の時の監督、まあ有名な監督がいて、カーブ狙ってけって言われたんだよ。ああ、まあ、これカーブピッチャーで、お前村田カーブ狙ってけって言われて、中がさ、カーブ来たからカーブったらショートゴロだったんだよ。ああ、引っ掛けて、ああ、カーブ。それも中が言うにはもうアウトコースいっぱいのあのカーブ来たんだって。来たら帰ってきたらさ、ショートゴロったから怒られちゃって、お前カーブ狙っていかなかったなって大コーナー監督でさ、なんでカーブ狙っていかないんだって言ったら、いやカーブ狙っていきましたって言って、カーブ狙ってダメなのか俺ホームラン打たなくちゃダメだったんだなって俺はじゃないよって、ホームラン王じゃないよって、まあ当時のね世界のホームラン王に言われたから、俺はじゃないよって心の中で叫んだって監督でもね、このタイプの方がいい、カーブが狙ってて、カーブ来たらホームラン打てると思ってる監督いるわけだからクラスになるとさ、アウトコースにいっぱいになるとやっぱり狙っても引っ掛けちゃってショートゴロになるんだよね。そうですよね、うん、そうすると怒られちゃうんだよ藤田監督の駒田さんがあったのは神宮球場で、うん、小田さんもずっと藤原監督に我慢して使ってもらって、うん、セカンドゴロかなんか打ったらしいんですよ、うん、温厚な人ですよ。でも怒ったらもうすごい噂あるじゃないですか、うん、怒ったらすごいんですよ、うん、一回で怒られたことなんですけど、うん、でたまたまもう全然アウトだと思って走しなかったら冒頭掘ったらしいんですよね。冒頭なんかエラーしたんですって、うんうん、うわーこれ絶対言われるわーって神宮なんてベンチの前に立って三塁側で座って言われるっつって、案の定藤田監督からおいコマーって言う、うん、来た嘘だろ藤田さんかと思ったんですって、うん、コマー背中にしまったって書いてるぞって言われたらしいですよ。優しいな優しいねえ優しいねすごいくないですか。怒られるより聞いたって言ってましたよ。きつかったって、でも背中に困ったって書いてるぞってしまったって書いてるぞって言われた。俺はあの関根さんにさ、同じような失敗してあのまあ本当に悪い走塁して帰ってきた時にたーって俺ベッチの端にいたんでたーって来てバーカってバーカって言われてそれもきつかったねしまったよりはいいかもしれないけどさあれをもう一生忘れないね思ってるバーカってすごいあんな感じってほんと怒られたらね、多分あの時にバカ野郎とか何とかって怒られたらもう記憶のどっかにもうないんだって思うんだよ。多分そんな怒られたことなんていっぱい。わざわざ監督が来たんですか。わざわざ来たの、ずーっと来て、うん、バーカだ、一生忘れない。それで書いてたんすか、うん、監督の方に、監督の方にさ、あのバットケースの方にまた持ってしまったよりはいいかな。さすがっすね。さすがなの、広沢さんも持ってますね。持ってないよなかなか
デブももう怒られたよな、いっぱいな。あ、怒られる以外ないぐらいです。俺もう怒られやすいのかな、怒られ役でさ、ずっと。あ、そうですか。ずっと怒られだった。いやでも見てたらそんな風に見えなかったっすけど、池山さんの方怒られてんじゃねえか。池山さん容量いいんすかね。池の池なんか怒られないよ。で、あの、なんか広しませんよ。で、その悪態ついてさ、走れなかったりなんだりして、あの、当時の若かったあの、ちょっとツンツンしながら、あの、前田っていうのがな、カープの。カープ。あれ、なんか悪い、なんか、ふてくされてたんだよ。そういう時は、あいつあったっすよね。あったでしょ、若い頃。ふてくされてた。あの、打てなかったり。だから野村さんがさ、前田、あいつは、そのコーチや監督が広島注意しないのかって言ったら、いや、誰かマネージャーがね、前田になんか言えないみたいだなって。なんだ、うちの池山と一緒だな。俺もあいつに言えんとか言って、池山に聞こえるように言って、野村さん。言わないんだ、言いづらいんだから。言いづらいですけど、言いづらいことを言っちゃって言いづらいって、お前。俺はよく言われた、俺、まあ、古田のは言われたね、野村さんは。あ、キャッチャーですかね。うん、関根さんは俺怒られたなぁ。いっぱい怒られて、俺そんなこといっぱいあったね、打てないと。俺、連続イニングっていうのをやってて、はい、いくつかわからないんだけど、ちょっと調子悪くて、はい、で、もうジャイアン戦だから、もう終盤、調子悪くて、まあ、ピッチャー向こう、誰だ忘れたけど、もう関根さんが出てきたんだよ。はい、で、もう、こう首振ってんのよ、はい。あ、これで連続イニング出場は終わったんだなと思って、しょうがないって、納得して俺は、でも打てなかったらしい。はい、俺ね、当時ね、代打の切り札は若松さんだよ。ああ、ええ、もう。若松すごさん。もう、そう。最後の、最後ですね。最後の、うん、まあ、でも打ったんだよ。うん。俺ね、若松さん出てくると思ったんだよ。うん。こんなの出てきたらダメだって言うから、うん、こう帰ってて、分かったと思ってたら、打ったら、長嶋一茂が出てきたんだよ。俺もあれの時は荒れたね。荒れたね。若松さんだよ、いいけどさ。若松さんが打てない。チャンスで。若松さんしょうがないと思ったら、カズシンが出てきた時にもう俺は後ろで切れた。このおっさんって、カズシンじゃなくて、このおっさんのおじいちゃんに切れた。おじいちゃん、ふざけんな、おじいちゃんって。いや、切り札でしょって普通は。その時やっぱりあの、同じ思いしてるんですよね、その原さんも、うん、原さんの代打だったんですよ、うん、原さんに、うん、メインが、あの頃の代打が岸川さんか、うん、僕か、吉村さんだったんですよ、うん、この末端に一茂さんがいたんですよ、うん、あの後ろの上、ドームのスイング場に、うん、風なんかバットも振ってないですよ、手袋もしてないんだから、うん、そんなのに、一茂行くぞって竹上さんが言ったんですよ、うん、みんな凍ったっす、スイング場が。一茂さんが表一気で行ってきまーすとか言って行っちゃって、原さんはもうこの木だめがこんなになって、ああ、みんなで様子を見に行ったんです、ベンチ。ああ、原さんも教わった、原さんって悔しいっすって言った、これがね、お前さん実力の世界だからねって言ったんですけど、あの目はその勝負の世界の話じゃなかった、荒れてました。ああ、で、僕らは吉村さんと話して竹上さんのところに行って、うん、原さんの代打だけはもうやめてくださいと、僕らは行かないと、うんうん、でもし原さんに代打っていうのはもう憎いかしてくださいと、うん、いうのを吉村さんが言って、うん、でもそれでももちろん同意ですと、原さんの代打だけは行きたくないって言った、うん、加瀬さんだから行けんですよ、あれつもう野敵で行ったでしょうね、多分一茂さんは愛用ぐらいの広さだった、分からないけど、俺はもうもう切れちゃってるから、ジジイとか言いながら、さすがだよ、花さんは大人の振る舞いをしたわけだね。そうですね。俺大人の振る舞いできないよ。一茂じゃん。まだ若かったしね、俺も。そうですね。そうで、一茂が入って1年、2年目ぐらいだもん、まだ。俺の悪いって言ったって、俺よりも悪いんだから、成績が。そんで、毎年、バッティングフォーム変えてですね、ガララーガラとか、わけないのこと、一茂さんやってましたもんね。やってた？やってましたよ。人間はいいんでしょうけどね、カズさんは。まあ、脳天気で南部世界一ですよ。うん。いや、でも、本当成功者だね、彼は。成功者ですよ。すごい成功者だね。まあ、あそこの、長島県に生まれ落ちた時点で成功者ですよ。まあ、あの、DNA がなんかな。なんでしょうね。大らかっていうかね。ただ、一茂さんも中畑さんも、長島監督はちゃんと演出をするらしいですよ。いろんなこうあるじゃないですか、東
広沢さんの名前覚えてないとか、うん、覚えてもらってなかったですよね、インタビューでは、うん、トラ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 ちゃんもうずっとトラちゃんのニックネームで言うから名前覚え、あ、知って、あの言われればそうなんだろうけど、ほらデーブのこともブーちゃん、大久保って知らないと思うんですよね、あーブーちゃんつってるから、うんうん、だよね、だデーブなのかブーちゃんなのか分かってないと思うんですよ、あーデーブかブーちゃんかね、ああ長嶋監督のインタビューでありましたもんね、うん、今日は広岡がよく打ったよみたいな、あった、あ、広沢さんですか、そうそう、広岡だから俺広岡だからほんとがっくりきちゃうよねあのやっぱりまあ飯も一緒に食べて、うん、トラちゃんおいでって言ってくれて、うんうん、人の名前忘れるわけじゃないですか、うん、鈴木康友さんが天理高校で、うんうん、長嶋2世って言われたらしいですよ、高校時代、長嶋さんがわざわざ高校生の鈴木康友さんを取り行ったんです、うん、奈良まで、うん、うちにおいでってで早稲田かなんか行こうとしてたみたいなんですよ、うんうん、で初めて俺はね、加藤康友さんの自慢で高校生のを取りに来たのは俺が初めてだって、俺しかいないんだって言ってたんですけど、ところが翌年まあ自主トレ、今日キャンプが始まりました、うん、でノックを受けてたら、ノック受け終わった後に長嶋監督が康友さんに対して、へえ、そこの僕、僕は名前なんて言うんだって言われたらしくて、トンボかけなさいって取り入った人忘れてたらしいです。だまだいいんじゃないですか、広岡トラちゃん。広岡が広岡を当てたからね。そうですね。いやでも不思議な人だってね。あ、そうですね。清原が、あ、清とやってんですかね。一緒にやってんだ。3年ぐらいやってんだけど。うん、すごくその偉い人とご飯食べてて、何人か、はい、じゃあなんか今日誘ったら行きますって言うから、はい、こう言ったらどうしてもさ、その昔の偉い人、まあ口折りだから、長嶋さんってどんな人って聞きたがるじゃん、うん、そんな人って、うん、一般の人だから、はい、社長さん、はい、だから清に聞いたんだよ、はい、あの長嶋さんってどんな人って、ちょうど清もさこうなってる時だよ、うん、まあ、何1年目か2年目か入って、俺なんて言うんだと思って、ドキドキしちゃってさ、何言い出すかなと思ってるから、じゃあ、あの名画ですって言った、名画、な、名画って、俺も名画ってなんだって言うじゃない、あのそのゴッホだとか、うん、ピカソだとかシャガールだとか、あの名画ですと、うん、名画ってね、その近くに行くとなんかこうひび割れたりぐじゃぐじゃでしょって、こうよく汚い絵だと思う、でも離れるとすごいまさにこう引きつけられるじゃないですかって、長嶋さんは名画のようですって近づいちゃってダメだった、近づいちゃダメだった、俺はその例えがびっくりしちゃって、あ、そう見えたんでしょうね、あの展覧会とかそうなんで行くとさ、その名画ほど近くに行くとさ、あんまりいい、なんかこれなって思うんだけど、なんかある程度の距離取った時にすごい映えるのがあってさ、それを言った時俺はびっくりしたね。キヨってあの例え上手ですよね。例え上手だな。言葉上手っす。うん。それパッと出るんだもんね。うん、俺あのその前にヤクルト時代さ、はい、若手ってヤクルトのその全国にあるその販売所に、はい、の近くで野球教室やるっていうのがあってね。はい、最初の俺の1、2年前ベテランと行ったんだよ。はい、実はもう当時のベテランだよ。はい、もう名前言えないけど、はい、俺が23の年。はい、その人はもう40いくつの人だよ、うん、大ベテラン、あのニックネームがあのフルハウスって言われててさ、いつも2-3になっちゃうからさ、フルハウスに行っちゃいましたね。したらやっぱり町の町長さんとか偉い人が来ててさ、はい、その長嶋さんと王さんや長嶋さんと戦う時はどんな心境だったんですか、はい、って聞くわけだよ、はい、したらその人がこうやってね、蛇に睨まれた卵でした周りの町長さん、うーんってやってる、俺おかしくてさ、ヘビに寝てる卵はねえだろって動けねえなそらって思って、でもさ、みんなさ、その町の人たちがうーんってやってて、俺おかしくてさ、誰ですか、それ言えないよ、それは言えないよ、誰かは言えないけど、超ベテランだよ。でも、だって僕も入団してるから、そうだよ、見てますもんね。そうそう、もう、あのヤクルトの弱いヤクルトでさ、190勝ぐらいしたい。まあ、そうか、そうか。大丈夫か。ええ、いいそうっすね。松岡さんいいっす。松岡さんじゃないよ、違うよ。松
面白いよ。松坂さん真面目に言ったんですか。でも多分今未だに多分間違いに気づいてないと思う。間違いに気づいてんの、あの中で俺一人だから。なんて違うどうだったの。あの時代の人っていますよね。その末次さん名前言えないですけど、うん、ジャイアンツのその選手の結婚式出たんですよ。うん、でまあ来賓の挨拶、うん、末次さんが、うん、私が、うん、現役時代から大切にしていた言葉を。うん、新郎新婦に送りたいと思います。うん、初心。忘れたと思ってる。初心。忘れたはず。みんなその男女そのシャマイクの忘れたはずって。うん。わ初心。大事にしていこう。本当に？結婚式で？あの子は末次さんも伝説の人じゃないですか、僕らそうなんだよ。末次さんもずっとテレビで見てたよ。え、初心忘れてからずは大事にしてなかったんじゃないか疑惑のまま、その真相は末次さんに聞けてないんですよ。その時代の人、ヘミニになったって卵ですって。みんな知らない。多分言ったことも忘れてると思うよ。気づいてない、未だに言ってるかもしれない。それは卵が動けないですからね。そりゃそうだ。しかもそのカエルじゃないですからね。すごいですよね。すごい。どっかで誰もが言ったあの念ずれば花開くとか言った人が言ってね、あの野村さんが言ったやつを、はい、誰だっけな、なんかその大会場で野村さんの大事にしてる念ずれば、念ずれば、念ずれば、花が咲いただいちゃってさ、マジじゃんか。花、あ、念ずれば、花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 、あと花が咲くか、なんか言っちゃった曲もあったな。忘れちゃったよ。それも往年の人ですね。往年の人持ってますね。いやいや、そういうの覚えてんだよな、やっぱり。面白いやつはネタにしようと思ってねえんだけど、やっぱ残っちゃうよな、ね、茨城の人たちはね。残っちゃう、ね、残っちゃう。うん、いろいろ残っちゃうね。いやいや、ということで本当に楽しい話を広沢さん。いや、こんなに長く喋ってるんだけど、編集すんのこれ。だいたい流すんですよ。ずいぶん長く喋ってたね、これ。だいぶやってますよ。最高です。楽しかったです。こんなずっと乗せられるの、こんな長いやつは。今日6本とか7本に分けるんです。あ、それを投げるんだ。そう。この後じゃあ、ところでさ、はい、デーブのとこ、コーネあんの？コーネあんですよ。あとで今これ終わったら。コーネあんの？食べてください。うちは広島のコーネが食べたくて食べたくて入れてるんですから。えらい。行こうねっつって。行こうね。はい。今日はあれ出した。あれだ。この後飲みましょう。あれした。ビールでいいですか？ビールでいいですか？あ、ビールで、はい、ビールで。ビール。